11月のアメリカ大統領選挙からの撤退を表明したバイデン大統領が先ほど国民に向けて演説を行い次世代にバトンを渡すのが最善の道だと決断したと強調しました。 バイデン氏は演説で国民に対し、大統領として奉仕できたことは私の人生における名誉だとした上で、民主主義を守ることは肩書きよりも重要なことだと強調しました。さらにバイデン氏は来年1月の任期まで懸命に働く人々の負担を減らし経済の成長を目指すとしたほか、NATO ・北大西洋条約機構やインド太平洋の同盟国との関係を強化していくとの考えを示しました。 また自らが後継候補に指名したハリス副大統領については経験豊富で強く有能だとした上で私にとって素晴らしい存在であり我が国のリーダーだと称えましたこうした中、民主党は24日大統領選の候補者を選出するためのオンライン投票を早ければ来月1日に始めることを決定しました。 ハリス氏が正式に指名される見通しで共和党のトランプ前大統領と対決する構図が固まることになります。